も皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は久しぶりにハーディーズのハンバーガーを紹介したいと思います。こちらもすごい美味しそうなハンバーガーです。ハーディーズのオフィシャルサイトでよく見るので食べてみたいなと思って買ってきました。それはこちらです。ハーディーズ Mushroom and Swiss Thick Burger の紹介です。パッケージがかっこいい。白黄色黒ですね。見ての通り大きいサイズですね。こちらの値段は$4.50ぐらいです。日本円で460円ぐらいです。すごい美味しそう。チーズがとろけています。スイスチーズが上と下にあって、その間にハンバーガーがねあります。で見えませんけど中にマッシュルームが入ってます。それではいただきます。肉汁があってかなりボリューミーなハンバーガー。スイスチーズは美味しいですね。ハンバーグのみでも美味しいですけど、スイスチーズがあるともっと美味しくなりますね。もっと食べるとマッシュルームの味がしたし、中にキノコとチーズがたっぷり入っています。食べかけて申し訳ありませんが、こういう感じですね。でこのキノコが出してる汁がね結構好きです。これは超うまいですね。中にチーズがたっぷり入ってると本当にテンションが上がりますね。めっちゃジャンクですね。見た目もアメリカンだし、味もアメリカンですね。アメリカンテイストっていうのがトップレベルですね。あと香ばしいです。点数は100点満点でした。本当に美味しかったですね。パンも美味しいし、ハンバーグ、チーズ、キノコ、全部がもう本気を出していいチームワークになっていますね。口の中でも暴れているし、激うまい攻撃になっていますね。肉汁もあるし、マッシュルームの方にも汁があって抜群だし、半端ないです。野菜も入れてほしいですけど、これは大丈夫ですね。満足するハンバーガーでした。ハーディーズ Mushroom and Swiss Thick Burger の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。でこのチョコレートチョコレート